どうも、ドゥーバップ TV 塚本です。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、パッカブル塚本でよろしくお願いします。よっ。さあ行きましょう。はい。行きましょう。今回はですね、テアトラのウォレットパンツリゾートパッカブルにフォーカスして紹介していきます。ドゥーバップ TV ではですね、初めて紹介しますテアトラ。まずはですね、こちらのブランドを紹介させていただきます。ワークチェアで戦うクリエイターのためのワークウェアブランドテアトラ。座り続けることに焦点を当てて、現代ワーカーのあらゆる TPO に適応するプロダクトです。すべての服はですね、立ち姿を前提に作られてきました。しかし、現代生活を見渡した時に、立っている時間は1日にどれくらいだったのかなっていうところですね。圧倒的に座る時間の長さに気づくはずです。人によっては寝る時間以上に座り続ける方も多いかと思います。椅子に座り続けることを前提に作られた洋服っていうのが今までは存在しなかったと思います。デスクワークですとかリモートワーク、長時間の移動といった座り続けるという人体の行為そのものを研究されています。ワークチェアで働く人のパフォーマンスを向上させるというコンセプトのもとですね。従来とは異なるアプローチでブランドを発足されました。それではですね、早速なんですけれども、ウォレットパンツリゾートパックブルを試してみます。はい、それではですね、早速着替えてみました。いわゆるイージーパンツ仕立ての一本です。適度にゆとりがあります。もも周りですね、もも周りは結構ゆとりがあります。そこからですね、裾にかけてこうテーパードの効いたシルエットとなっております。ブランドの定番のですね、ウォレットパンツをベースに渡り、ヒップをこうゆったりとしたシルエットで表現されているのがこちらのリゾートモデルですね。注目していただきたいのが素材なんですけれども、このあたりで見えますかね。はい。ナイロン 100% になるのですが、光沢感が抑えられて、まるでこう天然繊維のようなこの肌触りですね、質感となっております。化繊で思い描くこのシャカシャカですとか、テカテカとしたこのスポーツ感というのはまずございません。都会的で、大人な印象の素材です。ナチュラルなシワ感が、こなれた雰囲気も演出します。シワも絵になりますよね。あ、そうです。季節問わず、お楽しみいただけるかとも思います。うん、ちなみに、縫製紙以外はすべてオリジナルで作られてます。品番名にもなっておりますパッカブルですね。特徴はと言いますと、この腰裏についております、こちらのちっちゃいポケットなんですけれども、こちらにですね、パンツ本体を収納できます。ほう。はい。まあ、実際にちょっと見せてもらいましょうか。あ、はい、わかりました。それでは一度パッカブルしてみます。それでは、今からパッカブルしていきます。まずはですね、パンツ本体を裏側に向けてください。そうしましたら、先ほど説明しましたこのちっちゃいポケット、こちらが出てきます。これをですね、今ちょっとこの椅子を使うんですけれども、折りたたんでいって、ちょうどこのポケットの形になるようなイメージですね。そういった形でこの包んであげてください。それで、ファスナーを開けて、そのままグリッとひっくり返します。それでですね、最後ちょっとこう空気を抜くような感じで叩いてあげると、こんな感じです、サイズが。あ、なるほどね。はい、こういった具合でパッカブルできます。ご旅行ですとか出張、そういった時にもお役立ていただける機能かと思います。それではですね、続きまして、ウォレットパンツのポケットのディティールを紹介させていただきます。ウォレットパンツはですね、ヒップポケットがございません。座ることを前提として作られておりますので、まあ、使用に不向きなヒップポケットっていうのをこう排除されている構造となります。代わりといってはなんですけれども、こちらにございますのがセキュリティポケットですね。このファスナーで今開けたんですけれども、こちらのポケットです。こちらのポケットはロングウォレットも収納可能な、すごくまあ大ぶりのポケットになります。締めていただくと、こうまるで縫い目の一部のような感じですね。まさにこうセキュリティポケットになります。この斜めポケットとセキュリティポケット2つです。サイドに2箇所ポケットがあるんですけれども、一番のこのポイントと言いますか、さすがと思えるポイントはですね、斜めポケットにこう手を入れようとしますと、必ずこの肘が立つんですね。で、セキュリティポケットに手を入れると、こう肘が立たないんですね。例えばなんですけれども、移動中ですね、隣の人とこう距離が近かったりとか、混雑時にこう物を出し入れしたい時っていうのが、すごくまあ、このポケットが便利に使っていただけると思います。こう隣の方と接触しないですね。またですね、こちらの斜めポケットもかなり深めの構造となっておりますので、収納物の落下を防ぐ、そういったところもあると思います。またですね、ドローコード付きの、イージーパンツ仕立てです。ドローコードのですね、先端
はですね、樹脂製となっておりまして、こうグニグニっと曲がります。ですので、小さいお子さんが抱きついてきても安心な仕様です。ベルトループも付属しますので、タックインスタイルもお楽しみいただけます。毎期のコレクションは大きく様変わりしないテアトラですけれども、細かな仕様をアップデートしてものづくりされてます。コンピューター製品のような、プロダクトですね。当然ながらなんですけれども、機能面は素晴らしいんですけれども、当店でピックアップしている一番の理由はというと、かっこいいと感じてるからです。多機能な洋服っていうのは世間でもたくさんあると思うんですけれども、それでいてかっこいい洋服はですね、意外と少ないのではないでしょうか。先ほどもお伝えしましたけれども、リゾートのこの余裕のあるシルエットですね。こちらとですね、素材のマッチングが素晴らしい仕上がりです。当店ではですね、ブラックとチャコールの2色展開となります。ブランドからイメージされるブラックカラーですね。こちらのカラーになります。モード色のあるような仕上がりの色ですね。それとですね、僕が今履いてるこちらがチャコールのカラーですね。グレーのカラーになります。中間色ならではのこうニュアンスの効いた抜群の色出しです。もしですね、気になされたらぜひご試着してみてください。すごくまあ、スタイリングが新鮮に感じていただけるかと思います。スタイリングはと言いますと、足元なんですけれども、素直にスニーカーとおすすめします。当店で展開しているスニーカーですと、ジャーマントレーナーとはすごくいいと思います。またですね、僕が今日履いてるんですけれども、スペインのこのキャラハンというスニーカーですね。こちらです。こちらともすごく相性がいいと思います。トップスはですね、スポーティーすぎないデザインですとか、素材のアイテムと組み合わせていただけるといいと思います。特にですね、天然繊維のアイテム、コットンですとかリネン、ウールと合わせていただくと、お互いの素材の良さが引き立つと思います。またですね、店のインスタグラムのスタイリング投稿でも数多く使用しておりますのがこちら、ウォレットパンツリゾートパッカブルですね。よろしければそちらもご覧ください。軽い履き心地でかっこよく、今までにないナイロンパンツかと思います。それではですね、今回はこのあたりでお時間来ましたので終わりとさせていただきます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。よろしく。